はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンキラーです。今日はですね、カエルをですねちょっと、回ってみようかなと思います。せっかくですねアクト3が手に入ったので、アクト3のですね、アビを使ってカエルをですね攻略したいと思います。アビですね、アビを見ていきましょう。近距離パワー型20ですね。SR 城太郎ですね、こちらのをつけています。そして壁コンですね、壁コンをつけるとちょっと、一瞬止まるので、あの即スマ打ちやすくなるということで壁コンをつけています。そして愛をつけています。まあ本当でしたらね、もう一つね、近距離パワー型あるんですけどね、どこだあ、これだ、そうですね、近距離パワー型があるんですけども、まあちょっと、長く続けてる人しかこれは持ててないと思うので、ちょっと、一つ外してねやろうと思います。で他はですね、もう愛を見つけたぞ愛、喧嘩と愛をつけてます。なのでもう小一くんをねやろうと思います。リーダーに持っていってないのは、スマッシュ範囲が広がるのでね、なるべくスマッシュ範囲を狭く狭くしたいということでやってます。そして、フレンドリーダーですね、 SSR の方の刺激を入れます。 SR だとやっぱり範囲が広がるので、範囲を狭くしたいということで応援してます。では参ります。他の方もね動画上げてるとは思うんですが、やはりこういうのがありますよというのは広まった方がいいのでね、ちょっと私も動画としてやってみようと思います。でこの特性はですね、腹落ちすればすぐにこういうふうに全体攻撃ですので、で、もし範囲に入っちゃうとこういうふうに動いちゃうので、ちょっとどうかなというところもあります。なのでスマッシュ範囲をねなるべく狭くして、狭くした上でカウチっていうふうにいきます。そしてあ、ちょうどいいですね。万が一ね、スマッシュ範囲内に、インブールとかスマッシュカウンターがねいる場合でも、ちょっとスマッシュに近づいてカウンターをすると、スマッシュは返されるけど全体攻撃はちゃんと出るという風になってますので、まあほとんど気にせずにできるかなと思います。まあアクト3が手に入ったらこういう、風に周回用としては使えるんではないかとなと思います。ではですね、これで、終わりたいと思います。最後まで動画を見ていただき誠にありがとうございます。ではまたどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストライ。